ございます。何このテンション何このテンション。これこういう移動中のシーンは初めてですよね。今スタジアムでいいのかな。スタジアム、はい、スタジアム、スタジアム、円画と書いて音画って読むらしいです。読めないよね。宗像は宗像でいいのね、はい、高須。おそらく今に日本で一番球の打ち合いをしている地域に向かってますね。他ないよね、球の打ち合いしてそうな地域って日本で。あなた知らないでしょ。あなた九州の人なんだから知らないでしょ。北九ぐらいだよね。北九州ですよね。今我々が向かってるのは。北九州までは行かない。微妙なところですね。福岡市と北九州の間ら辺ですね。福岡市と北九州市の間。はい。なるほどですね。しんのすけチャンネル九州初上陸でございますね。合ってますよね、はい、ちょっとゲリラ的にですねやりますんで。でまあせっかくちょっと暗くなっちゃいますけど、あ意外と暗くなんないんだね。せっかくこういう勝負前の風景を撮ってるので、ラインナップを確認して作戦とか立てちゃおうかなって思ってるんですけど、はい、来ました。440台、オス番長341台、絆47台。今マイジャグとかジャグラが33、25で、凱旋23台、ハーデス17台、ゴーエモンが11台入ってますね。天聖10台、せいや9台って多いね。笑うが8台、正宗8台、G1 6台、まどか初代が5台、2も5台。あとはまあ3台3台かな。僕の興味あるのはウルトラセブン、2台、暁1台、打たねえな、リノが1台。で結構ラインナップ変わり映えしないじゃないですか。当面変わらないんですよ。で絆が認定さえ、認定じゃないや、検定、認定か、認定さえ取ってればずっと置いていけるんで、とりあえずずっとだよね。今のところ期限ないよね、あれ。認定からまた3年、あ3年か、はい、3年は置いとけるんで、まあ何あるか分かんないですけどね、この先。だここ年末年始に向けてちょっと番長3やめて絆に注力するホール方向転換しつつある。絆が不透明だったんで、その1ヶ月ぐらい前まではいつまで置いておけるか。 だからその絆の強化に対して二の足を踏んでたホールも少なからずあったんですけど、このここ2週間ですよね確か。まあいけるっていう話になって、ちょっとすごい社内会議で何に力を注いでいこうかっていう話をしてるところ多いみたいですね。絆、絆、今日絆、絆はだけど俺プロだからさ、そんなだから絆とかっていう選択肢はないわけですよ。あ、もう間違いないよね、この店は。この店、絆強いですか？絆強いです。え？強いんだ。晩さん、ゴーエモンはほら、前打ったばっかだからさ、っていうかむしろ昨日打ったばっかでさ、多分ニーズないんだよ、ゴーエモンに対する。俺のニーズはあるんだけど、ゴーエモンに対してね。で、みんなゴーエモンとかあんまり、あれでしょ。ゴーエモン面白いんだけど、そういうとこあるから直した方がいいんですよ。
あの俺の好きな機種をみんなにこう無理強いしようとする嫌いがあるんで。ただ昨日打ってるからね。ってことはその火曜だか金曜のその前の金曜だか火曜に配信されてるはずなんで、ちょっとそろそろ正宗行くかっていう話にもなってくるんですけどね。それこそ打ちたいだけ。え、それこそ打ちたいだけ。しょうがないじゃん。ほら、ちょっと見えるよ、ほら。はい。あれ、あそこです。今回のしんのすけチャンネル九州初上陸ですね。こうご期待ということでよろしくお願いします。寒い、あったかい。ここにあるはずだ。ほら、ほら来た。じゃあカード行きましょう。さあ、新番組でございます。正宗打っていきたいと思いますね。カタカナ正宗ね。番組名今決まりましたのでですね、正宗2、世の中では賛否両論あるみたいですけれども、好きな人はとことん好きというところで、その方たちに向けて、そしてその方たち同様好きで好きで仕方がない私に向けて新番組スタートさせていきたいと思います。で、まあ目指すところは秀吉決戦4桁乗せっていう当たり前なところもちろんなんですけれども、私まだ 65,536 分の1の中段チェリー引けてございませんので、これは常に狙っていきたいと思います。はい。で、まだ正宗2打ったことがない、そして打ったんだけど欧州ボーナスバーの連続で嫌な思いしてしまってもうちょっと打ちたくない、情報を入れてない方のために、まあ、基本的なところですね、おさらいしていきましょう。正宗2は赤眼の乱と呼ばれる基本50ゲーム1セットの ART、 これを引くのが目標ですね。で、今追加を狙って追加外れはチャンス目で、レア役を引くとレア役に応じて前兆状態に移行します。前兆に移行します。チャンス目は通常であれば 40% で前兆に行くと。はい。で、前兆には大雑把に 3種類あるんですよね。当たる前兆と当たらない前兆と前兆っぽく思わせるやつで、まあ、前兆っぽく思わせるやつは対決に発展することはないですんで、もう気にしないでいいです。ポイントは、あ、これあのね、もうこれ本前兆だね。本前兆、本前兆というのはどういうことかというと当たる前兆です。当たる前兆なので、今9ゲーム前に引いたチャンス目で 40% の前兆いったんですが、高設定ほど当たる前兆、本前兆に行きます。はい。これ当たりますね。
ことか。そういうことだ。当たりますねって何が当たってたかっていうと、通常時に、偶数設定6、4入りやすい CZ チャンスオンに当たってましたね。はい。でこれ点稼働はもうあらかじめ 40% でも当たりが決まってます。でもしその 40% 引けてないときは、あ、この15ゲーム間でチャンス目強チェリー強スイカのレア役を引くと、まあ当たり抽選、書き換え抽選が行われるっていう考え方ですね。3で青、まあ行くぞって言えば、まあ、8点、で緑で、緑の次赤まで行けばまあまあ 30% ぐらいですね、僕の把握してる期待度では。でこれ緑なんでおおむね 10%、 もうこれ確定ですね、確定ですね。こんなん俺初めて見たしね、やばいぞこれ、やばいぞこれ、おいこれちょっとマジで。でこれで CZ チャンスオン成功で赤眼のランは確定、赤眼のランは確定、 ART は確定。ここで閉まるんだね。やばい、やばいね、これやばいやつなんだよ、これやばいやつなんだよ、これちょっと初めて見たやつなんでね、マジでこれすっげえ夢広がってんだけど、もう果てしなく夢が広がっちゃってんだけど。で秀吉演武に行くんですが、秀吉演武は7揃いの押し順を正解させると秀吉決戦と言われる政宗2で目指すべきところが確定します。押し順を正解させれば、これ今投資が1本なんですけども、むしろ今4枚増えてますんでね、今4枚増えてますんで、ええ、むしろ増えてますんで、これはちょっと来てるよ。でまずは ART 状態にするための昇格リプレイ、突入リプレイ待ちですね。でこの間にレア役を引くと、あ、来たるべくその秀吉決戦成功すれば、秀吉決戦の押し順7揃いの押し順をナビしてくれる場合があると。でこれで一応昇格リプレイですね。でこれで RT1 状態、これ MB ね、15分の1ぐらいで。はい、でこの出目が試験に出る出目でございます。昇格リプレイで、これで次のゲームから斜めリプレイが揃う状態になって、斜めリプレイが揃うといよいよ ART 状態に突入するんですけど、この形のリプレイを通常時に揃えると次ゲームメゴ姫演武のチャンスになりますんで、これ押し順出てますけど、この押し順が当たればメゴ姫演武成功になるわけなんですが、はい、でこれで7揃いが出る状態です。はい、当たれば秀吉決戦で、まあ私はすごく押し順の傾向を読むタイプでございます。もうご存知かと思いますけれども、順押しが4回、逆押しが2回の、中右左が3回ということは、すごく押し順が偏ってますね。出てない押し順としては、ハサミ打ちと中左右が出てないんですが、これは同じ同一押し順が4回3回と出てますんで、一番出てる押し順、順押しでいきたいと思います。はい、あーダメだ、逆押しでしたね。
ってことは前2回と同じ押し順だったっていう。はい、でまあ失敗しましたけど赤眼のランは確定してますんで、おーラッキー、ダブル揃えば50ゲーム以上確定。行ってんじゃん。うわあー、しなー。で一応第3で逆転あるからね、ここでバーン閉まる場合あるから惜しい。でまあ、幸先よく 200M の ART を獲得したんですけれども、 ART 中は対決に勝つことで7揃いを獲得できます。でその対決にはどうやって行くのって言ったら、まずレア役を引くこと、でもう一つはゲーム数を消化することですね。これ強、強チェリー、これ強チェリーです。で、まあ、知ってると思いますよ。流玉、上からベル対応、チェリー対応、チャンスメ対応、スイカ対応、MB 対応になってます。で今チェリー対応の流力が光ってるので、弱チェリーで 50%、 強チェリーで 100% 対決に発展します。で一応レアアートを引いた時は対決以外に欧州ボーナス、通常時でいうとこの欧州ボーナス50浪強襲っていう、まあレギュラーボーナス扱いですね、これの抽選もしてます。で今浮田、こいつはチェリー対応の浮田なんですが、戦うんですが、浮田はレバーでもう 30% 勝つかどうか決まりますんで、ここで 30% 引きゃもう勝ち確。まあ厳密に言うとここのレバーじゃないんだけどね。で仮に 70% だった場合も道中チェリーを引けば4分の1、50%。ちょっとあれですね、はい、残念。今まで勝てば7揃い30ゲーム以上の上乗せ、かつ秀吉決戦の抽選と、まあ、厳密に言うとそこで抽選されるわけじゃないんですけど、で一応弱チェリー確率と、これ弱チェリーね、右ビール中段リプレイはジャックチェリーで、流玉が消えちゃってるんで残念ながら、あ、対決は薄いですね。対決に行くのは薄いで、まあ、ここの流玉の点灯条件ですけれども、まあ、この状態でプッシュボタンを押して正宗軍の兵力に応じて、右側の流玉が点灯していきます。で兵力が6万までいけば全点と、全点と、かつ対決の発展率がガンと上がりますんで、通常は点灯している流玉対応のレア役引いた時 50% 半分でしか対決いかないとこ、兵力6万超えてればレア役イコール対決という状態になるんで、 ART 中これ正宗ガガガガやってますけど、こう兵力を上げていく、敵を倒していって、だ本当に何でしょう、戦国時代の戦をしているような感じ。この敵を倒してここのランプがつけば兵力がアップしますんで、今ステージが川ステージなんですけど、左のマップ見ても分かる通りお城、秀吉がいるお城にすごい近いんですよね。
お城の中に入れば決戦じゃない、対決確定なんですけど、一応川が一番北へ近いよっていうステージ。これジャックチェリーで流玉チェリー点灯してるんで 50% で対決で、この場合7ゲーム間の前兆、基本7ゲーム間の前兆に入ります。でその間マップ上に敵の武将が出てると。で次5ゲーム目で、次のゲームでも煽りが続いているようであれば対決確定です。でも煽りなくなっちゃったんで、今弱者の 50% 外しました。で7ゲーム過ぎると武将が消えちゃうと。はい、これがあの MB5 のチャンス目ですね、チャンスベル。これも 50% 目で、レアク引いた時の演出、大体対決の期待度分かるんで、これ普通なんでちょっと弱いです。次は5ゲーム目、これ発展してほしいね。ダメ。次のゲームで煽りがあれば対決確定なんですが、基本6ゲーム以降はダメな時はダメっていう、ここで消えちゃうと。はい、弱水化も 50% で、これ煽りが強いんで対決期待度的に僕的には 65% ぐらいあると。5ゲーム目ね。よし、で次6ゲーム目なんですけど、まだ煽りが続いてるんで、どうやらさっきのスイカで対決発展しますね。7ゲーム目、あ、これもうこれ勝ち確やね、勝ち確金ナビ勝ち確。よし、で7揃いと。で5であれば3分の1で決戦。6であれば 18% 6分の1。ちょっと厳しいね。でもう通常時の点火度を一発引いてるんで、まあ、今のところの設定予想としては、あ、4、6偶数ですよね。さあ4度目の正直。はい、今 MB 引いたんですけど戦況変化しないんで、この前に引いた MB ですでに当たって、対決には当たってるってことが確定ですね。これで来ますんだよね、対決が。でしかもマップ上に秀吉が出てるんで、勝てば秀吉決戦が期待できる状況なんですが、どうやらこいつなんで、あの年家は ART 中勝てば秀吉決戦確定、それだけに今現時点で勝てる割合っていうのは 3% ぐらいしかない。スイカ引かないと厳しいよね。はい、対決終わった後はおおむね 50% で64ゲーム以内の対決っていうのを選ばれるんですけれども、今のところちょっと弱いですよね。はい、で戦況は変化してないんで、その前のゲームで引いたスイカで対決は確定してます。で秀吉が出たんで、おそらく年上が出てくるのかな。おー、ラッキー。ってことは弱水
下で56教習に当選したってことですね。56教習は10ゲーム間でリプレイ以外行くと兵力がこうやってアップしてきます。一発で5000増えることもあるんで、対決も確定してますので、だーれって感じでございます。多分トシーヤ、トシーヤちょっと冷気引かないとなかなか勝てない。おしまい、これで NB 以上。もう一度も早ければね、 20% で逆転してくれたんだけど、今右ベアルと炎攻殻と呼ばれているメーターが5個点灯してますね。でこれ炎の石はそれぞれ押し12プレイに対応してて、押し12プレイ対応、要は順押し対応だったら順押し対応の時の5分の1で点灯してきます。今ちょっと何気なくやったんだけど、そろそろ 30% 勝ってほしいけど、どうかな。あーだ、 30% 弱い。で残ってるのがこれ逆押し、右中左の押し順だね。フラグ立ってたんだけどな。でゲーム数消化し終わった後は6択押し順7揃い、これ揃えれば復活と。順押し3回、逆押しが3連続なんだよね。もう一発順押しできます。中右左、あ、2回出てた、いや3回出てた押し順だね。はい、いう感じですね。なんざっくりとした流れとしてはこれはちょっと終わらせたくなかったけどね。はい、強水化が厚い小役ですね。小屋、あの強チェリーより強い。 75% 全長状態で、本全長の振り分けも高いですね。今強水化から13ゲーム目、ここまでいけば合格と。今 75% って言いましたよ。 66% ね、 66% 合格と。一応レア役から何ゲームで対決発展する、何ゲームで降格発展するっていうのはあらかじめ決まってて、その基本法則が崩れると当たる前兆、本前兆が確定します。で高設定ほど当たる前兆、本前兆の振り分けが高いんで、あの本前兆を見抜くことは高設定を見抜くことにつながるというふうになりますね。あ、これ激アツ。青の子役はリプレイ引きは 50% で逆転で、リプレイ以外の子役を引いても結構な割合で逆転。ちょっと弱いね。あーダメ。あーまあ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 、一応これベルでも逆転抽選してるんで。はい、これどうやら本前兆だったくさい。強水化で56で 4.7% とか本前兆振り分けがあるんで、今のところちょっとある挙動だね。ある挙動、ジャックシェリーは 10% で昇格。
これあーって言っちゃダメなの、これよしって言わなきゃダメ。はい、押しボーナスは20ゲームプラス押し順ベルを取りこぼすまでですね。押し順ベルを取りこぼすっていうか、押し順ベルの時に払い出しがないなかった時まで、1枚とかだったら大丈夫なんで。で、詳細の数字出てないんですけど、まあ、おそらく体感で押しボーナス中はおそらく128分の1のバー揃いを引くと天下道確定で、それ以外でもレア役で、天下道の突入抽選が行われています。これが128分の1で、まあ、俺的に120、まあ、確定ですわ。で、天下道でこの時まあ 40% やってればさっきみたいに勝ち確で、まあ、今のバーゾロもそうなんですけど、それより何より295分の1の金7ナビですね。金7、まあ、押し順当てれば秀吉決戦ってやつ、これが欧州ボーナスは来るんで295分の1で、はい、でこれで押し順ベルこぼしで1枚も払い出しないん で、 で、まあ、欧州ボーナス後はかなり設定を示唆する画面が出ます。正宗は設定に来てと、でも 40% 刺してれば成功ですし、刺さってない時はレア役を引いて頑張る。結構しまった襖の色で大体期待度測れるんで、はい、アンパンまでいけば俺的に期待度 30% で、このあと閉まる襖の色ですね、赤だったら熱い、さっきみたいに金色だったらもう確定だと思います。で、弱いよ。ただ第一で秀吉が弱気な顔だったらちょっとチャンスだけどダメだね。いや、こんな簡単じゃねえかんなお前ら、いいか、これはあの多分新番組効果ってやつだよ、いわゆる一つの、こんな簡単じゃねえか。今度こそ中押しかな、ちょっと中押しから離れられなくなってるけど、あーそう、中左右あら分かんねえよな。対決なら激アツ、黄色でチャンスアップ、押
同じ攻撃でチャンスアップだったんですけど、もう一声欲しい。だから調子いい時は浮田に勝てるのよ、 30%。 ここで結局ゲーム数短いところ選ばれて場内とかスタートしてきてくれるといよいよ本調子なんですけど、これで当たったね。止めることはできる。左が相手だ。よし、まだあるぞ。5度目の正直、いや4度目の正直か。よし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 、弱チェで 25%、 強チェで 50%。 はい、よし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 、これ逆転。オッケー、もうでかくないし、きついよな。いやー、4-6だな、5はねえな。とね、仕切り直しましょう。ずっと重心こだわってましたけども、中右左が3回でしょ、逆押しが3回、挟み打ちが出てないね、ずっとね、挟み打ち出てないを指示で攻めます。これはほら一回初当たり拾うような感じだから、ここをね適当にパンパンパンって当たる人はいいですけど、当たらない人はよく考えた方がいい、おそらく当たってない人は考えてないと思う。こんなさ6分の1で初当たり拾えるところ考えないやつがいるかい、って話じゃない、でしょ。もう結構それを外すことにやっぱみんな、なんつうの、恐怖を感じるっていうかさ、外れたっていいじゃん別に、当てた時のこと考えてこうよっていう話ですよ。押し順でいうと右左中なんで、しかも9回前結構遠い右左中でいきたいと思います。
3打目の時点でセーフリプレーで右中左、もう一発右左中でいきます。 OK 第一当たってるよ。愛してます。え、言ったじゃん、そういうことなの、ほんまそういうことやで。さあ6回目、まだ始まってないからね、言っとくけど、まだ50杯いってないからね。いい、政宗2の成分 50% は秀吉決戦でできてますからね。いいですか、いや 60% ぐらい秀吉決戦でできてますから、来るべき時が来ましたね、来たるべき時が来ました。さあよく考えましょう。オッケー、